こんにちは白井智子です皆さんは発達障害を持つ人と出会ったことありますかスピルバーグ監督や俳優のトム・クルーズさんは発達障害だと自分で言っています古くはエジソンアインシュタインといった天才と呼ばれる人たちも発達障害を持っていたと言われています ででは発達障害を持つ人人ってどういうういなんでしょうそれは先天的に学習あるいはコミュニケーションの面で凸凹がある人たちです。平均点を取ることは苦手という人たちまた発達障害を持つ人で人の表情を読むことが苦手だったり場の空気を読むことがとても苦手だと。 といいう人はとても多いです日本では平均点が取れなかったり空気が読めなかったりするととても居心地が悪いですよね実は文部科学省の調査で小中学生で発達障害を持つ子の割合は6.5%もいるという数字が出ていますでも今日本では発達障害のことを正しく理解している人がとても少ないです それが一番大きな問題だと私は思っています理解されていないから不適切な言葉を投げかけられたりいじめられたりそうして本人たちも行き場を失って荒れてしまったり引きこもってしまったりします私は不登校や引きこもりの子どもと関わる仕事を始めて15年になります今は日本で初めて 教育委員会や既存の学校と連携をして不登校の子どもたちを受け入れる学校をしていますそれは既存の教育と対立して子どもたちを隔離するのではなくて彼らがもともと行っていた学校と行ったり来たりできる学校です最初多くの教育界の方々からは「白井は一体何をやっているんだ?」 怠けている子どもを隔離する場所を作って甘やかしているだけじゃないかと全く理解されませんでしたでも教育委員会や既存の学校との連携のおかげで学校に行けなくなった子どもたちも一定期間ここに滞在をすることでその後既存の学校やコミュニティに戻ることができるようになりました 発達障害を持っている子どもたちは集団生活の中でビクビクしながら過ごしていますパッと見全くわからないだけに適切なサポートを得られていないんです子どもを受け入れいいところを見つけて伸ばし自信を取り戻させきっかけを作る10年間ただただそれを繰り返して気づけば自全体の 不登校の子供が約4割減っていました彼らの話を聞いていると社会から受け入れられた経験に乏しいことに涙が出そうになります佐藤真美ちゃんという子がいます他に行く場所がないと私たちの学校にやってきて毎日玄関で冷めざめと泣いていた女の子当時15歳でした 私たちはただ横に寄り添うことだけしていました授業でも誰も無理に発言も求めないからずっと黙ってそこにいればいいそして佐藤真美ちゃんは3年きっちり頑張って高校を立派に卒業し大学へ進学していきました今真美ちゃんは福島県で震災後の発達障害の子どもたちを支援する施設で子どもを助ける側になって 働いていてますそこには誰が話しかけても反応せずポっとすりガラスの窓を見つめるだけの9歳の女の子がいましたその女の子が佐藤真美ちゃんと出会って1か月後自分から先生に話しかけるようになったと報告を受けて私は心の中で泣きました。 嬉しくて、まみちゃんに電話をしたら、ずっと黙っている子どもの気持ち分かりますと言いました。その女の子の心を開くのは、まみちゃんにしかできない仕事でした。発達障害を持っていることは決して悪いことではありません。先ほどもお話をしましまたが 発達障害を持っている人で実業界、政治の世界、スポーツの世界、アートの世界各界で活躍をして人のために役に立つ仕事をしている人は山ほどいますしかしそうなるためには発達障害をそれはそれでいいんだよとそのまま受け入れてくれる人に出会えるかどうかその環境がとても重要だと私は 思っています彼らがあるがままの姿を認めることそれでいいんだよと言ってあげるそれだけですこういう子どもたちを助けるシステムを構築することは 実は日本の教育全体のために社会全体のためにとても重要なことなんです。早い段階で発達障害を持つ子どもと親を助けること。私はデコボコな人を大事にするそういう人を排除しない社会というのが日本の教育の環境全体を安定させると思っています。 大人たちがそれを率先してやることで、その周りにいる発達障害を持たない子どもたちが、凸凹な子どもたちを受け入れる、そういう循環を作りたいんです。そういう世の中になれば、不登校の子どもも社会に帰ります。 どんな子も排除しない、それが日本の教育を底上げする、そう私は信じています。